皆さん、こんにちは。テクニカルアナウスとの森口でございます。日本株速報本日もよろしくお願いいたします。今日は2月の22日、火曜日ですね。お題はこちら。ウクライナリスク半導体株に悪影響ということで話をしていきたいと思うんですが、今日半導体株よく下がっております。ちょっと影響を確認させてください。日本優先、メルカリ、GNI、ヘッドウォーター、この辺確認していきたいというふうに思っております。今後の質の売買戦略で、今のテクニカル分析をしっかりと行っていきます。ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の分析、夕方5時までに上げていきます。皆さんと一緒にマイ営業 日曜日株についいてて考えていくチャンネルなのでぜひチャンネル登録よろししくお願いしますでは今日の終値、ね、振り返りしていきましょう。はい。3指数揃っての下落となりました。日経平均が1.71%、トピックス1.55%、マザーズ1.15%ということで、下げがなかなか止まらないといった状況でございます。値下がり銘柄数も非常に多く、やはり半導体株が中心に下げているということですね。一方で M3 とかね、結構、まあ、グロース株の一部は反発してるような感じもするんですよね。リクルートとかもそうですね。バイバイだけ見ていきますね。 売買代金ですけども、このレバレッジ ETF がかなり売買代金がね、できているっていうのが今日の特徴かなと。ん、まあこれは反発狙いの買いなのか何なのかよくわかりませんけども、ちょっとね、見ていきたいというふうに思ってます。で、レーザーデッカーはここに入っていて大きな下落。あとは海運関連。今日は日本優先なんかもね、下落してますね。マザーズ見ていきます。マザーズはメルカリがトップで、メルカリ3%高なんですよね。まあそれでもマザーズがマイナスっていうところがちょっと嫌だなと。アスカネットがね、続伸していたんですけども、大きな下落になっていたりとか、 あと、目立つところでいくと、3倍は上昇してるんですけど、GNI がね 13.、13.87%ですよ。これもですね、なんか、ち解釈が難しいなと思っております。はい、マザーズの指数、強温度を見ていきたいと思うんですが、値下がりが331メーガルありますね。で、ここがですね、ちょっと11時半から更新されてないんですけど、メルカリが上げてるってことが非常に大きなポイントで、メルカリが上げてるにもかかわらず、値下がりメーガル数が非常に多くて、マザーズは今日は下がっているっていうところですよね。主力株、こっちにも入ってるし、こっちにも入ってるっていう感じではあるんですが、 ちょっとまあこれでもやっぱ酒が止まらずといったところなのでそれぞれちょっと見ていきたいと思います。 では、個別株見ていきましょう。はい。まずは東京エレクトロン今日は4.04%の下落です。ちょっとニュースをご覧いただきたいんですが、おそらく今日にね、半導体関連を下げたのはこれですね。アメリカ主導の対路制裁、日本も参加へと、ウクライナ侵攻なら半導体などの輸出,輸出規制ということで、アメリカが半導体を輸出規制する方向で調整に入ったっていうところから、日本もそれに乗っかるぞ、みたいな、そんな感じですかね。えー、でですね、まあまあやっぱ半導体関連にちょっと業績に影響が出るかもしれないっていうのがね、こういった話になっております。なのでまあやっぱちょっと つけけておかなななきゃいけないなとで今日に関しましま東京エレクトロンと半導体関連には大きく売りが出たのかなと。半導体が、まあ、東京エレクトロンが4.04%ですよね。ここにあるのはスクリーンが5.62、アドバンテスト4.8、ディスコ5.15、あとはレーザーテックが3.38ですから非常に大きな下落になってますね。チャートを見ていただくとですね、このような形になっていて、冷やしチャートで見ると、ここね、何日間かものすごく窓開けでボンボンボンと下がってきていることわかると思うんですが、1個、2個、3個、3空なので、 まあ、一旦の反発の、まあ、してほしいという、そういうチャートですね。このまま下がってしまったらまずいなというチャートでもあります。で、安値、1月28日、5万1670円を今日はなんとか割り込まずということですね。下ひも上ひもつけてるんで何とも言えませんけども、で、明日以降もね、まだネガティブな状態はもちろん続くんですが、チャート上は1、2、3と窓が3つ開いてますからね。まあ、一旦の反発の目安にはなるかな。でもやっぱりまあ流れ的にはやっぱ下を向いてるかなといった感じなので、油断せず、 ただ明、明日っていうか、まあ、次の営業日ですね。明日祝日ですからね。どうなってるか、しっかりと見ていきたいというふうに思っております。ついでに、レーザーテックも見ておきましょうか。はい。3.38%なんですけども、チャートとしてはこのような形ですね。で、まあ、ずっと下げが続いていて、今日も下げたっていう形なんですけども、もうこの下げがやっぱ強すぎますよね。3万6000から2万円ですからね。年初から見てまだ2ヶ月経ってないんですけどもね。えー、で、2万円まで下がってきたというところですから、まあ、いい加減下げ止まってほしいというのが、もう誰もが望んでいるところではあるんですが、これが酒止まって 止まらないといった感じです。ただ起用に関しましてはほぼ十字線みたいなねローソク足ですよね。まあ、これもまあ一応反転の兆しなんていう風にまあ、可能性ですよ。可能性としてある。でもま過去の十字線なんかも何度もあってそれでも反転できなかったっていうね例もありますからまだ中止をしてみていきましょう。はい。で日本郵船今度見ていきたいと思うんですが、日本郵船が4.02%。他の海運もですね今日は下がっていて、商船密が4.15、川崎汽船6.96と非常に大きな下落になっています。でなぜ日本郵船を見ていくかというとこれはまあ昨日のあくまでも前場の S、IL BI 証券のの売買動向によるものなんで、すすが、まあ、個人投資家の動きですよねで昨日日本郵船がかなり買い越されていたっていうデータがあったんですね。で、それを見る限りは、この今日の下落っていうのは結構きついんじゃないかなというふうに思うんです。っていうのはやっぱ買い越しが起こっていた中で、1万円以上で買った人たちが多い中で、1万円という節目を意識されている中で、今日の終わりね、9780円ということは前回高値も割り込んでますしね、節目も割り込んでますし、でた、上で買った人がいるってことは1万円がしこりになりやすいっていうことですよね。ちょっとここから厳しい くなるかな一方で昨日もお伝えしましたが海運株というのは非常に配当利回りが高いわけですから配当優待取りに関しましてその締め日に関してどういう風に動いていくのかというのはやっぱり、ね、すごく注目点なのかなという風には思います引き続きちょっと注視を見てしていきましょうはいメルカリですメルカリは3.02%の上昇ということで今日はねこれが上がっていたっていうことあとは、えー、ずーっと売買代金トップの方にいたフロンテオこれもですね前場かなり上がっていたんですけども途中からかなり崩れてたんですよねここも上髭が長いことがわかると思いますちょっともうチャートが だから全てのチャートに言えるんで、すけどこのの表示ででででききるるる価格幅が広すすすぎててねね今日の動動も大したこことないいように見えるので結構動いてるんです、ね、でこれ1分足にしてみますね。1分足にしてみるとよくわかるんですが、やっぱ10時前ですかね。フロンテオなんてもうちょっと早くだったんですけども、やっぱりちょっとこう崩れてしまったっていう、そういう背景があります。なんで、マザーズも、うん、こう下がってしまったのかなという感じですね。今日のマザーズ市場の動きなんか見てるの本当に行ってこいみたいな感じでね。なんかこう、あ、マザーズ、ようやく戻ってきたかな、ダメか、みたいな。 なんかそんな感じも、本当にそういうのばっかりなんで、まだ続くんだろうなってことを示唆させるような今日の動きだったかなと思いますけども、ただマザーズの中の一番の中心のメルカリが3%上がった。そしてもう一度冷やしに戻しますと、陽線にはなったっていうところは、一つの、まあ、気しではありますよね。これが戻ってほしいな、戻ってくれれば、多少は良くなるかなというふうには思いますが、まあ、さっきも見たようにですね、この後見ていきますけども、GNI ですね。はい。これが今日は13.87%の下落なんですね。で、GNI に関しましては、 何か新しいニュースがあるかさ、ここにニュ,ニューっていうのがないので特にないんですねでそれでいて昨日の上昇から一点で下落なんですよねサンバイオとかの医薬品は、まあね、あの下全部が下がってるわけじゃない医薬品が嫌がられたっていうか GNI が嫌がられたって感じなんですかねここまで反発でこう資金が動いてるメルカリとかに一部また売られすぎて買われてる一方で今まで上がってきた GNI は売られてるっていう流れなのかまた GNI には個別にちょっとも,ちろんもしかしたら材料があるかもしれないのでちょっとチェックはしてみたいと思います 思うんでですすけどもやっぱもう動きが激しいですよねねとにかく、ね、そして GNI も決してこの指数寄与度、うん、低くない銘柄ですからこういった銘柄が下げてしまうと指数全体ではマイナスだし売買代金もそれなりにあってでそれでいてまあ個人投資家の、ね、収益も悪化させてしまうっていうことになるのでもう本当にね きついなというふうに見てて、もう本当に厳しいなっていうふうに思います。はい。そんな中で今日はヘッドウォータースがストップ高してますね。ヘッドウォータースも同じようにもうずっと下げてきた銘柄ですよね。9月に11,200円をつけてから、直近では3,000円を割り込む場面まで来てたわけですから、約4分の1弱ぐらいですか。うん、まあ、そこまで下がっていた中でぐーっと上がってたって、しかも今日も日中の要線ですからね。これはなかなかね、買えた人すごいなというふうに思います。これが材料ですかね。ヘッドウォータースが一時ストップだ か経産省からオンンライン申請システム開発業務員を受託ということですねこれが12時58分とか10時38分昨日の引け後に出てましたから、まあ、これを折り込むのにね今日の朝はまだそんなに折り込んでなかったんでしょうねそれがぐーっと上がってったわけですからねこれを見てた人は強かっただろうなというふうに思いますよなかなか素晴らしいニュースだと思いますそして18日に決算も出てますのでコメントだけでも読んでおきましょうか今期経常は55%減益へということでここからやっぱりまあやっぱ下がってたんですよね下がっていた中でまあグッドニュースでまた上がってったっていうことです からまあ、やっぱり今、材料さえあればね、こういう風に一時的な上昇っていうのはもちろん可能性としてはあるんですけども、まあ、この銘柄もね、PR138 倍ですからね、まあ、どこまで続くかっていうのはちょっと高が知れてるんじゃないかななんて思っ <laughs> ちゃうのは僕だけですか今のマザーズはこんな感じですよ。はい、押さえておきましょう。はい、あとはですね、もう一つ防衛関連、やっぱりまあ注目なのかなという風に思います。今日の値上がりの中で見ると、大きなところでいけば、例えば石川製作所なんか売買代金も伴ってよくできてましたから、冷やしチャット見ていただいてもこんな感じ。まあ、なんとか保っている中でね、6.59%。 10%やっぱ防衛関連のはね強いかなと思いますで防衛関連関連銘柄っていう風に調べればまあ、これ株担ですけども株担だとね非常にいいですよね PER も出てますし配当利回りなんかも出てますからねでチャートもばーッと見れますしここのここでね、えー、どういう銘柄なのかっていうのも全部わかるわけですからまあ、株担うまく使っていただくといいんじゃないかななんていう風に思いましたはいでは今度は指数のチャート見ていきましょうちょっとややこしいかもしれませんがお付き合いくださいチャネルと一目均衡表と RSI 使っております、えー、今日はですね大きく窓を開けて下落して 昨日の下髭まで戻しつつもう結局陰線で終わってしまったみたいなそんな感じですかね。あれさえも今38.04。また弱くなってきましたね。そしてセン,ターちゃセンターラインにも届かずということですから、まあ、安値を意識した展開。26,044円。こちらを意識した展開が続くのかなというふうに思います。トピックス見ていきましょう。トピックスもこれ逆転が起こってるかなどうかな ?191949。191947 19 19ですからギリギリ逆転が起こっていない。青い線がまだギリギリ赤い 線線のの上上ににいいるる転換線が基準線の上にいるような形ですまあ、ほぼもう起こることは間違いないかなといった感じですかね。RSI39.57 ですから、もう少しで売られすぎ水準に入ってくる。弱い状態であるということは間違いないかなと思います。なんで、ちょっとポジティブには考えにくいかなというふうに思います。まずは図見ていきましょう。まずは図が、はい、このような形ですかね。RSI がついに、 29.3点三一ということで割れましたね。で、RSI の考え方としては30割れた後に30割れたら売られすぎですごい弱いゾーンですから、急落が起こるリスクは高い状態なんです。で、そこから30をもう一度超えてきたところが一つの会社員の目安とはなりますので、でそこは一つ押さえておいてください。で、プラスが出始めたら MacD とかも見ていただいて、MacD と合わせて会社員を探っていくようなところがポイントかなと思いますし、あとはチャートパターン等で、こう、そこの際にダブルボトムとか、出来たか伴ったセリング クライマックスのような動きとか、あとはやっぱりその裏側で需給がどれくらい改善してるかっていうのを合わせてね。考えていくのがすごく重要かなと思います。まあ、ちょっと需給的にはかなり厳しいと思ってますので、焦らずじっくり見ていきましょう。では、今日もお知らせをさせてください。個別銘柄とことも分析する場合に毎週1本ね配信しております。最新記事は鈴も機構になってまして、鈴も機構はまだ比較的安定してるかな？今日はちょっと下がりましたけどね、えー、なんですが、まあ、安定してる理由について分析をしています。よかったら初月無料になってますので、qr コードや概要欄リンクの方からぜひチェックをしてみてください。また。 オーディブルをですすね毎日おおめさせてていいただいております今日もですね、ふ、え、く、ー、で伸びる一つの習慣の本をですね、ずっと聞きながら、実は子供がね、えー、保育園が休園になってしまったので、午前中は僕、ここ子育て係なんですよね。外に出て奥さんが家で仕事してるので、まあ、その仕事をできるようにね、環境整備をしてる。今は逆に僕が仕事をさせてもらえるように奥さんが見てもらってるっていう、そんな感じなので、まあ、そういう時にね、耳だけでもこういう風にインプットできるといいですよ。なんで、ぜ、ま、ひ、あ、試してみてください。また、まあ、耳だけといえば、 ですよねえね、ー、ボイシーは毎朝5時配信で、えー、今日はキャッシュフロー計算書ってどう見るのみたいなそんな話をしてますので、よかったらこちらもチェックをお願いいたします。ということで今日はこんな感じで終わっていきましょう。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタン、また明日以降もね、えー、このような形で分析続けていきます。で、明日はごめんなさい。祝日でした。祝日なので明日はないんですけども、明後日以降、毎営業日で配信続けていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録をお待ちしています。ではまた明後日テクニカル分析お会おしましょう。さよなら。